おはようございます。本日はですね、10月8日、今からルクアイーレのノースフェイスに行って、今日がマウンテンジャケット発売されるらしいので、今から買いに行きたいなというふうに思います。で、時間がギリギリなので、もしかしたら間に合わないかもしれません。現在8時47分で、9時半から整理券、抽選する整理券配布って言ってたんで、まあ行きたいなと思います。ちょうどですね、1年ぐらい前に、マウンテンダウンジャケットを買いに行ってみたっていう動画があったんですけど、まあ、結局買えなかったんですけど、まあ、それがちょうど1年ぐらい前っていう感じなんで、なんかこの空気となんかルクアイーレに向かう感じが懐かしいなと思うんですが、まあ、今日は多分マウンテンジャケットはまあ、ダウンとかに比べるとそんな人気ないんで多分買えるとは思うんですけど、まあ、僕の欲しい色はおそらく買える色なんで、まあそんなに焦ってはないんですけど、まあせっかく整理券配布の時間間に合うんやったら間に合いたいですが、まあ、間に合わんかったらもう普通に10時にオープンとしてに入る感じになると思うので、まあ、ぼちぼち向かっていきたいなと思います。では行きます。それではですね、梅田着きました。今が9時29分で、あともう1分で抽選開始なので多分もう始まると思いますが、なんか電車が遅れてて、間に合いませんでした。まあ仕方ないので、多分抽選が今この上で始まってるんちゃいますかね。なんか久々ですね、こういうワクワクするの。確か今日は5階でなんか抽選が始まるって言ってたんで、5階まで上がっていきたいなと思います。4階です。お、ぴったり9時半です。ちょうど始まるんですかね。あ、下でした。ただいまですね、迷っております。どこでやってるんでしょうか。ここでですね、残念なことに気づいたんですが、9時半じゃなくて9時15分から整理券配布してたんで、もう多分整理券終わってるので、まあ10時に、お店行きたいなと思います。まさか終わってました。10時になるまでですね、庭みたいなところで、一人でほんわかしてます。こんな感じです。あと10分ぐらい時間あるので、まあ、ここでぼーっとしたいなと思います。今日は抽選やってないので、まあ、買えるかわからないんですけど、一応まあ10時になったらお店には行こうかなと思ってます。で、その間癒されます。はい、それではですね、9時59分なんでもうそろそろかなと思うんですが、全然誰も並んでないので、多分行けるんじゃないかなと思います。全然列とかも全くないです。では後ほど会いましょう。はい、それではですね、マウンテンジャケット無事購入できました。で、これはですね、また後日開封動画出そうかなと思ってるので、またこれは楽しみにしててください。で、その時にまた買った色とかも紹介したいなと思いますが、今回ルクアイーレのノースフェイスが多分全国でも、まあ、かなり早い方のマウンテンジャケット発売したんで、まあ、これから全国でどんどん出てくるとは思うんですけど、まあ、そんなバルトロほどは人気ないので、まあ、全然買えるとは思うんですが、まあ、結局ルクアイーレは2人しか、並んでなくて、で、僕3人目やって、まあ、抽選は引いてないんですけど、もう10時に入ってから2人入りはって、まあ、この後いいですかって言ったらいいですよって言われたんで、まあ、それで買ったっていう感じになってます。今日買ったマウンテンジャケット以外の、まあ、人気のノースフェイスのバルトロとかマウンテンダウンはウェブで抽選するんですけど、今回はウェブの抽選じゃなくて前日にインスタでアップされて、まあ、買いに行ったっていう感じになってるので、まあ、人気商品は多分ウェブ抽選で大変なことになってると思うんですけど、まあ、これもまあ人気はあるんですけど、まあ、そこまで完売することじゃないと思うので、まあ、僕はこれ2019年一番欲しかったんで、まあ、買えてよかったなと思います。はい、ということでですね、まあ、本日は、ね、ノースフェイスにマウンテンジャケットを買いに行ってみたという動画になってます。以上、ありがとうございました。